林光バスの一般路線車川崎鶴見。林光バス株式会社は、神奈川県川崎市川崎区に本社を置く、バス専業事業者である。略称は、林光バスで、これは、会社創立時から公式に使用している略称である。京浜急行電鉄の完全子会社であり、京急グループに属する。JR 鶴見線の前身にあたる。 鶴見臨港鉄道の乗り合いバス事業を起源として成立したバス事業者である。1948年に京急グループ入りし、2006年に京浜急行電鉄の完全子会社となった。社名の通り川崎駅、鶴見駅を発着する系統を中心に、川崎市東部や横浜市北東部を基盤として路線を展開する。2000年に分離市会社として、 林港グリーンバスを設立し、一部路線を移管、委託していたが、2010年に同社を、九州合併している。横浜市鶴見区を基盤とする鶴見林港鉄道のバス部門が、子会社として独立した、鶴見川崎林港バスが、川崎駅東側の川崎市川崎区を基盤としていた、川崎乗り合い自動車を合併して、川崎鶴見林港バスとなった。 成立過程を持つ。このため、一般路線バスの営業エリアは、横浜市では、鶴見区、江北区、神奈川区、川崎市では、川崎区、幸区、中原区を範囲としており、両市をまたがる路線も存在する。路線の大半は、川崎駅、鶴見駅を拠点として、京浜工業地帯の工場や物流拠点への通勤輸送を担う路線も多い。 住宅街や鉄道駅へ伸びる路線は、内陸部は、東急東横線の駅までが基本であるが、東横線より、内陸側まで乗り入れる路線もある。営業範囲に乗り入れる、他のバス事業者は、川崎市バス、東急バス、横浜市営バス、京浜急行バスなどがあり、この内川崎市バス、東急バスとは一部路線で、共同運行を実施している。また、 川崎市バス上平間営業所の管理、運行を受託している。横浜駅に乗り入れる一般路線は存在せず、以前は高速路線にも横浜駅に乗り入れる路線がなかった。2002年10月1日より高速通勤バスとして横浜駅と東大城島地区、浮島地区を結ぶ路線を京浜急行バスと共同運行している。かつては東京都内にも 京浜急行バスとの共同運行により、一般路線が大田区へ乗り入れていたが撤退し、羽田空港リムジンバスも2021年7月15日をもって撤退した。また、東京湾アクアライン開業後はアクアライン高速バスが千葉県に乗り入れている。成田空港リムジンバスも運行していたが、2015年5月31日をもって運休となっている。 一般路線の系統番号は一部を除き、導入されており、川03、鶴01などのように、奇襲点を表す文字数字二桁で表記する。途中に通過停留所のある便は、系統番号の代わりに、休行、快速、直通の種別を表記する。浅野総一郎鶴見臨港鉄道創始者、浅野財閥総推日清町の旧本社ビル。 臨行ビル2008年まで本社が置かれていた、かつては屋上に、伊子図自動車の広告看板を掲示していた、特別塗装車、夢対、陸号京急鉄道フェスタにて、展示臨行グリーンバス、川崎営業所新名町営業所に併設された、臨行バス隅っこ暮らしラッピングバスすべて、神奈川県に所在。諸葛路線については、各営業所の記事を参照。 営業所を示すアルファベット記号は営業所名の頭文字を取っているが、新名町営業所が S、浜川崎営業所が H を使用するため、塩浜営業所は A となっている。2007年11月18日に創立70周年記念キャンペーン、2017年11月18日に創立80周年記念企画を実施した。 創立70周年記念、銀バス復刻塗装創立70周年記念、銀バス復刻塗装旧塗装車。銀バスの復刻ギニー色地に、ゴミ色帯の旧塗装を復刻した車両を運行した。鶴見営業所所属の 1T079 号車、浜川崎営業所所属の 2H055 号車の2台。昭和のバスを忠実に再現するため、ラッピングではなく塗装して仕上げている。 オリジナルグッズ発売記念バス、共通カード発売創立記念日、限定ワンコインバス、リンタンラッピングバス安全運転訓練車、リンタンラッピングバス記念式典新キャラクター、制定ラッピング車両の運行運賃無料で2019年3月時点で、乗り合いバス389台、貸し切りバス9台を保有する。川崎鶴見臨行バスの営業所は、 横浜市と川崎市に所在するため、車両の登録番号は、鶴見営業所の所属車両のみ、横浜ナンバー。他の営業所の所属車両はすべて川崎ナンバーである。神奈川県で川崎ナンバーが導入される前は、全車が横浜ナンバーであったが、1980年の川崎ナンバー導入後は、川崎市内の営業所の車両は、順次、 川崎ナンバーへ変更された。なお、1964年に横浜ナンバーと相模ナンバーに分割される以前は、すべて、紙ナンバーで登録されていた。新車導入、既存車体売却のサイクルが非常に早く、現在は、おおむね10年から12年程度のサイクルで車両の置き換えを行っている。また新車導入から約6から7年程度経過した車両を対象に、 車体更新工事を、京急ファインテック、金沢事業所で実施している。イスズの大型車イスズエルガニ DGLV290N32020 年式日野の大型車日野、ブルーリボンハイブリッド 2SGHL にアスブップ、2019年式、三菱不走の大型車、三菱不走エアロスター 2PGMP3E8FK、2018年式、 営業所とバスメーカーの関係かつては沿線に工場があったいズ自動車、日野自動車の車両を採用し営業所によりメーカーが区分けされていた。営業所によっては工場閉鎖後に指定メーカーが変更されている。営業所ごとの導入車両メーカーは以下の通り。詳細は各営業所の記事を参照のこと。 車両の変遷 J バス、三菱不走の三社の車両が在籍している。日産ディーゼル、UD トラックス車の配置はない。UD トラックスからの OEM 供給車である三菱不走、エアロスター S は導入されていない。大多数は J バス車であり、塩浜営業所、新名町営業所、鶴見営業所に配備されている。J バス社はかつて、 浜川崎営業所のみに配備されていたが、2007年秋より、塩浜営業所への配備も開始された。三菱不走車は1990年代後半に導入された車両が、塩浜営業所に少数在籍するのみであったが、2007年秋より、新車導入が再開され、浜川崎営業所に配備が始まった。2011年以降は、各営業所で、 AT 社が相次いで導入された。2021年現在は再び営業所によって新車を導入するメーカーが分かれている。かつては大型車のみの配置で大型短弱車のイスズキュービック LT、イスズエルガ LT、三菱不走エアロスター MM も配置されていた。中型車は新名町営業所にイスズジャーニー系が少数配置されていたのみだったが、 経営合理化の一環として、道幅が狭く大型車での運行が難しい路線や、乗客数の比較的少ない路線、時間帯には、中型車で運行するようになり、1999年から、イスズ・エルガミオの導入が開始された。日の、レインボー HR の中型長弱車も多数、導入された。2010年代以降は再び大型車中心の、配置となり、 2021年9月現在では、浜川崎営業所に中型車が数台残る以外はすべて大型車となっている。低償化への取り組みとしては、1991年に浜川崎営業所へワンステップバスを導入し、1998年には初のノンステップバスを鶴見営業所に導入した。その後は、 車椅子スロープ付きワンステップバスとノンステップバスを並行して導入してきたが2009年以降の一般路線車は原則としてノンステップバスのみが選択されている抵抗会社の導入はハイブリッドバスの日のブルーリボンシティハイブリッドを浜川崎営業所と塩浜営業所に三菱不装エアロスターの尿素 SCR システム搭載車を 浜川崎営業所に導入した。イスズエルガ、イスズエルガミオや日野ブルーリボン、日野レインボーもアドブルー使用者を原則として選択するようになり、現在では基本的に、エルガは新名町営業所、鶴見営業所、ブルーリボンは塩浜営業所に導入している。カラーリング現行の車両カラーリングは、白色地に3本の濃い青機体と1本の 赤色体を巻くのが基本パターンである。かつては銀色地に紺色の帯の銀バスと呼ばれたカラーリングであり、公術の創立70周年記念キャンペーンの際に復刻された。また過去にはギャラリーバスも運行されており、他のバス車両とは全く異なるカラーリングで絵をペイントされたため目立つ存在であった。現在は一部の車両が 車体広告ラッピング車となっている。装備車両の装備としては、停留所の着発時や右左折時、狭い道路や交通量の多い道路の走行時などに注意促進のため、早い時期からウィンカーチャイムを装備している。ウィンカー点滅中に、キンコン、キンコンという音が鳴るもので、臨港バスの運行エリアでは、頻繁に聞くことができる。 臨港バス以外の近隣のバス事業者では、都営バスや京浜急行バス、東急バス、総鉄バスなどでも、同様のウィンカーチャイムを採用している。かつては、車内案内表示器が設置されていなかったが、2001年度に2段表示の LED 式車内案内表示器が採用され、2016年度からは、液晶式車内案内表示器を採用した。過去には、 方向幕式の車両が多く、黒字に白抜き文字を基本に、系統番号部分や行き先部分の色分け、循環経路などの表記に特徴が見られるものもあったが、現在は全車が LED 式の行き先表示器を搭載している。2003年度以降の導入者では LED 式の行き先表示器を採用し、現在は全車 LED 式行き先表示器を装備しており、 既存の方向膜式車両も一部は LED 式行き先表示器に交換された。方向膜の車両は2015年度に消滅している。2018年度からはフルカラー LED 搭載車両が導入されている。フルカラー LED 搭載車では方向膜の車両と同様に行き先の色分けなどに特徴が見られる。2009年度導入車からは緑色に着色されて、 紫外線をカットする UV カットスモークガラスが採用され、2008年度導入者まで中扉、開閉時の音はブザー音だったが、一部車両で中扉のドアチャイム及び開閉ランプが採用された。2012年度導入者からは、車内 LED 照明が本格採用されている。観光タイプの車両は三菱不走エアロエースが主力で、かつては三菱不走 エアロバスのハイデッカー、スタンダードデッカー、イスズガーラが在籍していた。かつて東大木島線や浮島線に使用されていたイスズエルガのワンロマ社は2013年頃に川崎浮島橋快速線に転用された。川崎市、横浜市に所在する特別支援学校のスクールバスを運行受託している。特定車として三菱不装、エアロスター、日野、 リエッセ、イスズガーラミオは保有し、いずれも、鶴見営業所に配置されている。かつては、イスズエルガ、エアロミディ、三菱不走ローザも配置されていた。川崎鶴見臨行バスにおける車番の不番規則は、以下の通り。一般路線車と特定輸送車の車番は、数字一時、英字一時、数字三桁で表記される。 車体の前面と後面にはメーカーを示す数字を省略し、側面には省略せず記載される。一例として、1T625 ならば、1イコールイスズ社、T イコール鶴見営業所、所属、625号車となる。営業所間の転属の際には、英字の書き換えも行われる。なお、臨港グリーンバスの車番をつけた車両は、 林光バス本体への吸収合併に伴う遺跡により、改版され減損しない。林光グリーンバス時代の不満規則の詳細については、林光グリーンバス車両を参照のこと。貸切車と高速路線車の車番は、数字1時数字3時で表記される。一例として、3069ならば、3イコール高速路線車、069号車となる。 川崎鶴見臨行バスで役目を得た車両は全国の地方事業者に譲渡されている。京浜急行バスとともに古くから全国の地方事業者に廃車車両を供給しており、譲渡先は北,は北は北海道から南は沖縄県まで広範囲にわたる。神奈川県を含む首都圏が自動車 NOXPM 法による 排出が好き性強化地域に指定された2000年以降はさらに増加しており、近年はワンステップバスも地方事業者へ移籍している。主な上都先は JR、北海道バス、道南バス、苫小牧市交通部、周北バス、宇賀交通、福島交通、茨城交通、関東自動車、朝電バス、川中島バス、中鉄北部バス、堀川バス、 九州参考バス、那覇バス、琉球バス交通などである。一部の車両はミャンマーなど海外へも輸出されている。その他、イスズキュービック一両が、テレビ番組向けのロケ車として転用され、年末の日本テレビ系列のダウンタウンのガキの使いあらへんで、の、笑ってはいけないシリーズなどに使われた。絶対に笑ってはいけない、科学博士24時以降は、 他のバスが使用されている。川崎鶴見臨行バスは、川崎市営トロリーバス計画中に、川崎駅と三井不当を結ぶトロリーバスの特許申請を行った。実現すれば1943年の鶴見線戦時、買収以来の鉄道事業再参入となるはずだったが、川崎市交通局との競合もあって、申請を取り下げることとなった。ありがとうございます。